よし、オリックスでペナント優勝するやつやっていきますかということで、今現在2位かってなるとやっぱ補強必要かな。どこが足りない？まだそこまで行ってないんだよな。あ、でももうでも4月か。打ってないのは誰ですかと。外野か。まだバレラファーストもできるしね。福田が打ってない。外野手パワーがある外国人、まあ、あと2年ぐらい活躍してくれたらいいんで、28球30ぐらいの選手でいいと思います。あー、ここでラオウスランプだが、俺はラオウに期待を込めて、お、早い脱出、スランプ脱出するの。リアルラオウもこんだけ早くスランプ脱出してくれたらな。楽天に1ゲーム差と、2ゲーム差で交流戦入りました。あー、吉野部の不調が続いてますね。スプリットフィンガーファストボールお化け、うん、福田が打ってないな。胸も落ちてると。野口も調子が良くないと。バレラサードで、模擬サードバレラファーストでいっか。バレラファーストできないんだ。ラベロファースト、バレラセンター。うーん、紅林が調子いい。4番紅林、まあ、クルタとかも使ってみようか。サマでいっか。ラオウを外してマサタカあげるか。若月スランプ脱出。新しい外国人も来てるけど、ちょっとゲーム差つけられてきたね、楽天に。ここで外国人補強していくか。まあ、スカウトがやっぱり良くないから、あんまりいい選手は来ないよな、まだまだ。吉野部がいまだに調子が良くないと。今永が対左アップ。先発陣はねようやってんだけどね。あ、でも1ゲーム差、あ、首位になった。交流戦で、あ、交流戦優勝、オリックスの優勝パターンなら交流戦、多分これおそらく優勝すると思うわ。この感じだと後半上がっていくしね。じゃあクライマックスシリーズぐらいまでやっていこうかな。日本シリーズまでやってきましたと。
日本シリーズまでやってきました。優勝1ゲーム差、クソ接戦で、優勝して、クライマックスシリーズはね、結構余裕で。3連勝だな。ソフトバンクが3位から上がってきて3連勝で、下して、打倒巨人と2年連続巨人との日本シリーズですと。ピッチャー陣はこんな感じでいきます。先発が神なんだよね。由伸、宮城、今永、田島。で、山岡中継ぎに落としましたと。ムクノキが3点台で抑え、でも一応無敗なんだよね。で打線がね、本当にやばいんだよ。1番茂木。茂木はいいとして、2番バレラでしょ ?3 番紅林、4番吉田正尚、5番アルカランタ、アルカンタラ、6番ラベロ、7番ラオウ、8番中村、9番岡月。打線が終わっとる。控えもこんなもんだからね。宗とかも2割台だしね、福田もあれだし、2軍には落としてたりしたんですが、まあ宗と福田はクライマックスシリーズに合わせてあげましたと。マジで誰も打たん。打定なのかな全体的に。それかうちだけなのかな。てか早くも打定になったらもう終わりなんだけど、このパワープロ。投打バランスをもうちょっとうまいことしてほしいよね。うちだけ打定っぽいね。だってうちだけ2点台だもんね。いや、でもそうでもないか。得点、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 得点。得点ってないのか。うちだけじゃないな。これ全体的に伊達っぽいな。ちょっと、早くない伊達になるの。ピッチャー、強いピッチャーが多すぎるんじゃないか。まあいいや。とりあえず、吉野部なんとかしろ。ちょ、もう、勝とうぜ。俺は勝って早く、ドラフトのみで、転生選手を取って、その転生選手で20年ぐらい回したい。でも20年かも、20年もかかんないかもしれないけどね、ドラフトのみだったら。めちゃめちゃクソ厳しい縛りにして、もう50年ぐらいやって、そこで転生選手取って、その転生選手で30年間、転生選手って何年で引退するのか、普通の選手って何年で引退するんだろう。30年で引退するのかな最長。50年、プロ50年とかもあったりするのかな。よーし、いいぞ。いいぞ。ああ。後ろも変えようかと思ったけど、うち中継ぎあれだからね。あ、でも変わってるわ。変わってに。よし、危ねえ。とりあえず初戦勝った。基本的にもう先発に投げてもらおう。イニング。先発が頑張らないと無理だ、うちは。関東、調子大、調子大、調子大。接戦時、接戦時、ビハインド、ビハインド、ビハインド、リード時。接戦時、ビハインド。勝利の方程式は、竹安、吉田亮、ムクノキ。山岡も投げてもいいよと。でも山岡は一応先発もしかしたらやってもらう可能性があるんで。で山岡は調子極端持ってるから、好調の時に先発で使うかもしんない。伏見トライが絶好調。じゃあファーストで使ってみようかな。伏見はもう衰えてるしね。もうほぼほぼ若月だわ、キャッチャーは。意外と年いってた、伏見。もう30ぐらいなんだね。もっと若いイメージがあったからな。やっぱ打てるキャッチャーってイメージがあったんですが、いつの間にか打てるキャッチャーはトングになってましたね。オリックスの。頑張れ。いいぞ。いいぞ。よし。よーし、宮城完封。4安打完封勝利と、まあ、先発がね、活躍すればうちは勝てますよ。あ、サチヤがスランプ脱出した。なら上げてもいいかもな。中継ぎで上げようかな。こいつも調子極端。1日休んで第3戦目、ここで本拠地帰ってきたと。今永、山岡調子極端で調子いいんだったらここ山岡使ってもいいかもしれない。絶好調だもんね、実質。今永の調子が良くないから、ここは山岡くん先発で使いますよ。実質絶好調。
調子極端な選手はこういう使い方していかないといけないから、オーペラには向いてないんだよな。一試合一試合自走差でしていれば多分もっと成績良くなると思う。調子悪くても使うしね。岡本がえぐいな、やっぱり2割9分8厘41本だもんね。あとはそうでもないか。あの松原も3割2分3厘言ったら、あーすごい6点取った。山岡完封勝利と。中継ぎはもう投げなくていい。このまま決めよう。もう先発が一周する前に決めましょう。ここでじゃあ今永くんで、ラオウが調子良くない、じゃあ佐野。佐野も2割7分ぐらい打ってんだよ。でも空いたんだからな。ラオウがなんだかんだ2割2分でもホームラン2桁打ってるし、15本ぐらい打ってるし、おそらく長打も打ってるかなと思って。で守備指標って意外とゲームだと悪くないからね。ラオウ現実世界だとだいぶうずらマイナスだけど、守備より打撃よゲームは。まあ、リアルでは守備も重視されるけどね。外野守備って意外と軽視されがちだけど重要だったりするんで。よし、日本一。こんだけ打点でも勝てます、ピッチャーが良ければ。中嶋監督なんかあんま似てないな。よし、じゃあまあオリックス今回優勝させることができたんで、次は縛りプレイ。まずはドラフトのみでペナント制です。ドラフトでしか選手が取れない。さらに FA ポスティングは全て承認。初期チームはゴミクズチーム、っていう形でやっていこうと思いますんで、とりあえずじゃあ記録だけ見ようか。今年の81勝57敗5分け、勝率5587、ギリギリ、クスギリギリだな。落合が80勝すれば優勝できるって言ってたし、間違ってはないと。交流戦は優勝と。投手成績は2点台、先発は 2.74、 中継ぎが3点、中継ぎはだいぶ打たれてます。基本的に中継ぎの方が良くなるはずなんだけどね。うちだけよ先発の方がいいの。しかも1点以上違うと。この辺は圧倒的に少ない。完封21、完投高いね。 OPS は683平均、フォアボールが多いんだね。満塁でも打ってますと。長打率が低い、上げたんが多かったんだな。まあこの先発陣よね。先発陣5人規定いって、一番ダメなのが由伸と。一番よく、まあでも由伸あれか、今年海外留学してたからか、イニング少ないのは。今永192イニング FA 選手らしいね。竹安も中継ぎで頑張ったの。吉田亮もようやっとるわ。まあ、抑えでやったムクノキも良かったんじゃないの。 3.18 無敗っていうのがやっぱいいよな。 OPS は茂木が一番高くて、吉田正尚、ラベロ、ラオウ、ガレラ、この辺からもうダメだな。若月異次元の。紅林はやっぱり上位に置いてよかったね。826、野口も786、対比だりしか出てないけど、まあもうちょっと中村、福田、宗あたりが活躍してくれればよかったんですがね。ここ日にち出るようになったんだね、この右下に。なんか前のペナント昔のやつも出てなかったっけ、こんな感じじゃなかったっけ。年間表彰式、ヌニエス、ヌニエスは違う、うちの選手じゃない、うちの選手はアルカランタラなんちゃらかんちゃらだ。吉田正尚、宮城ゴールデングラブ、以上。よく勝てたな。コンドン、千賀、今永、完投14、すごい。終了するとエンディングどんな感じなんだろう。変わってないのかな。変わってません。この辺には力入れてないんだな。全く変わってないね。まあ、そんなエンディングに近い。あ、でもなんか投球フォームかっこよくない。こんなだったっけ。もういい。吉田正尚もあんま打ってないね。よくこれで DH で取れたね。ラオウは2割2分クリーン。これぐらいでもいいよ。もう今のラオウは2割2分クリーンでいいから打ってくれ。
1割ちょいだったけど。なんだこれは、今のパリーグを表してるのこの打点は。よし、じゃあ終わって次回からドラフトのみでペナントを制すやっていきたいと思います。まあルールは、詳しいルールはまた次の動画で言いたいと思います。じゃあ。